はい、皆さんこんにちは。ガーシーの公認ホリエモンが秘書参議院議員の斉藤健一郎のセンキューチャンネルというところでですね、今日9月20日水曜日15時ということで、国交省レクチャーの報告その2という形でちょっと、ライブシェアについてちょっとやっていけたらいいかなというふうに思っております。前回その1の方ではですね、国交省の主張は80歳以下、80歳までの方は二種免許を持ってたら安全なんです、いやいや私の方はそんなことないでしょ、そういう方々よりもライドシェアを解禁してしっかり運行をして有償運行をして儲かると思った若者が参入してくれる人の方がそっちの方が安全でしょというふうな意見がそこで大きく違いましたというお話をしてきました。そしてその2に関してそのライドシェアについてですね、今回3点お話をさせてもらおうと思います。アプリの利便性、確保安全性、そして国交省との共通の問題意識、ここ問題意識として持ってますよというところ、そして3点目、タクシー運転手は増やすべきかどうかっていうところで3点ちょっとお話をしていこうかなというふうに思っております。はい、そのまず第一つ目なんですけれども、早速第一個目、アプリの利便性、確保安全性っていうところなんですけれども、使ったことある人は皆さんこのアプリの利便性というものはよくご存知だと思います。タクシーが欲しいと思った時にパッとアプリを立ち上げてですね、タクシーこっからここまで行きたいですよ、私の現在地はここですよって言ってポチッと押すとですね、その運転手がプイーとタクシーが来てそれでいいですかみたいなっていう形をやる、もうこれ全てアプリで全部やってしまうんですけれども、使ったことある方は分かると思いますが、使ったことない方はやはり多いというところで、意外とこれ私のツイッター等々も見てても結構勘違いしてる方が多い部分のこの安全性について、このアプリでやることによっての安全性というところをちょっとお話をさせてもらいますね。まずアプリですると、先ほどのその1でも話したんですけれども、なんで安全かというところ、なぜ安全の担保ができているのかというところは、そもそもまず双方向の評価システムであるということによって、運転手も乗る人も両方ともちゃんと身分が明確になってるんです。これなってないというふうな、主張をする人がいてるんですけれども、これは要するにタクシー会社でいう安全運行管理者というものが、要するにアプリの中で、このアプリで会社がしっかりそれを担ってるんですね。要するにそこで犯罪が起きたりとか、そこで荒い運転があったりとか、サービスが悪かったりしたら、お客様からのクレームをアプリを通じて直接受けることになります。そのクレームが多ければ多いほど、その人はもう運転手として評価が下がって、最悪のケース、こちらのアプリで運転手の仕事自体ができなくなります。だから犯罪を犯したであったりとかっていう人が、このアプリを通じてずっと運転手を続けられるんかというか、続けれません。あくまでも白タクとの違いっていうのは何かっていうとですね、あくまでも個人が勝手に、私は一種免許を持って、じゃああなたを郵送しますというふうにすれば、本当にその人かどうかもわからないし、その人の今までの運転歴、そして安全が担保されているのかっていうところが全くわからないので、白タクとの大きな違いは何かって言ったら、あくまでもライドシェア、我々が主張しているライドシェアというものは、アプリ会社を通じてその権利をもらっているということなんです。これ Uber Eats でもそうですよね。Uber Eats でも今からやりますって言ったところで、いきなりできないわけなんです。ちゃんと Uber Eats を登録して、しっかりそこのカバンを受け取って、その講習を受けなければ、Uber の配達員にすらなれないです。これ全く一緒なんです。アプリがしっかり、その人の身分をしっかり明確に運転手の身分を把握している。そして何よりも大事なのが、タクシーではないこと。これは何かって言ったら、顧客情報なんです。要するにお客さんはタクシーの運転手はお客さん選べないんですね。そしてなおかつタクシーの運転手さんはどんな人が乗ろうとも、その人の名前も身分もわからないので、要するにすごくお客さん側としても結局匿名で乗ってるんですよ。匿名で乗ってしまってるから、すごい荒っぽい対応とかでタクシーの運転手さんもすごい困るんです。
そうすることによってすごいストレスがかかるから、もうそんなタクシーの運転手なんかやりたくない、もうやりたくないみたいなとかっていう顧客とのトラブルが両方身分を明かしてないことによって生じているんです。でもこのアプリに関しては斉藤健一郎が田中さんの運転する車に乗ります、顧客としての評価も運転手からの評価も受けるんですよ。だから僕がこんな酔っ払って対応でもうバーンと運転席をボーン蹴り上げるような、そんなことをやったら僕はタクシーの運転手さんからマイナス評価を食らって、マイナス評価のお客さんはタクシー側からしても乗せませんというふうに選べられるようになってくるんです。選ぶことができるということなんです。それでも安全じゃないとかっていう人は、極論アプリのライドシェアを使わずにタクシーだけ使ってたらいいんです。要するに選択肢をそもそも増やすという話なんですね。その市場の原理としてライドシェアというふうな選択肢の一つをなくしているということ自体、これが行政が規制をしているということ自体がそもそも問題ではあると思うんですよ。そもそも問題ではあると思うけれども、もう今の実態がそうなので、もうその中でやっていかなければならないであれば、じゃあそういうふうに行政側が何を守ってるのかって言ったら、タクシーの運転手さんの雇用であったりとかっていうふうなことを守ってるという話をしてるんですけれども、本当にそれがタクシーの運転手さんの雇用を守ってるんですかというところも、ここの3番目で話しますけれども、そこも問題があるというところで、まずアプリのその利便性っていうのはあくまでも安全運行管理者がちゃんとアプリによってなされているというところ、それによって安全性が担保されて利便性も高まっているからという話。そして二つ目の話、この二つ目の話に関してはですね、国交省と共通の問題意識を持ってたんです。実は今日お話ししたこのレクチャーの中で、その問題意識は何かというとですね、自家用有償旅客運送にかかる運送の対価の目安というものがあるんですけれども、まあ、要するに過疎地による交通空白地と言われるような足がない場所、交通空白地と言われる足がない場所に関しては有償旅客してもいいですよ。要するに2種免許を持ってなくても1種免許であなたの自家用の車で輸送をしてもいいですよ、行政から話し合った上で許可をもらえばいいですよという話が、これもうすでに、何十というふうな自治体が、スタートさせてるんですけれども、ここでの問題、これはこれでいいんですよ。あの自治体が足りないから、バスが廃止された路線であるとか、そういうところバスがもうなくなって私たちも足がなくてどこにも行けない、買い物も行けないのよって言ったら、もうこれはもう非常に問題ですので、それに対する対応としては必要なんです。ただここで一つ問題が、タクシーの2分の1の実費のみというところ、これが一つ問題なんです。要するにお客さんを送って届けたところで何も儲からない、ほぼボランティアに近い実費のみと言われるような言い方のルールがあるんです。要するに何も人を送っても、需要が高いからって言って送っても、送ってくれたお客さんはありがとうって言うかもしれないけど、ものすごい安いんです。1キロ100円とかっていう場所もあったりとか、10キロ100円とか、1回100円とか、1回1000円とか、地方自治体によって全然それはまちまちで違うんですけれども、あくまでも目安はタクシーの2分の1の実費のみしか対価は受け取ってはなりませんというふうな国交省のルールがある。もうここがすごく問題で、何かって言ったら、要するに自由競争が起きてないから、需要が高くても値段上げれないから、誰もこんなことやりたくないんですよ。やむなし人がおれへん、困ってる人がいる、だから助けてやろうというふうなボランティアの意識のみだけでこれをやっている地方自治体だから、ビジネスとして成長することは全くないし、そして若者が入ってきてこの仕事についてしっかり稼ぐんだということもできないんです、このシステムというのは。それによってやはり地方自治体がそれを運営するにあたって結局赤字になるからどうしてんのって言ったら、安いのは税金などの補助金が入ってるからなんです。じゃあその税金、その地方自治体のその税金っていうのは誰が負担してるの？その町、誰が負担してるの？その町で住んでる市民の人、町民の人とかっていうのが結局はこれを負担して安く運用させて、そのお金っていうのは全部その市民の方々にしわ寄せが来てるんですよというところなんです。こんなんもうほっとったらいいんですよ。ちゃんと自由競争の中でしっかり入れてあげる。岸田政権も言ってますよね。
まずはしっかり自助、自分で助けてください。そして共助、協力によって助けてもらってください。そして3番目に公助、公の力によって助けてくださいというふうな、まずはしっかり皆さんがそれぞれ自立してくださいねというふうな方針を掲げているにもかかわらず、こういうふうな対価の目安まで決めて、こんな安い値段でして、さらにそれに対して税金の投入っていうふうにしてしまうと、結局は自分たちの負担がどん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 増えていってしまうというふうに、今のこの地方でやってる自家用有償旅客運送というもの自体もすごく大きな問題を抱えて、ライドシェアと もう全く違う価格、違う価値になってしまっているんですよね。これライドシェアさえ解禁してしまえば、おじいちゃんとかおばあちゃんが足ないねんって言ったらアプリ一つで呼ぶことができて、ちゃんとそこの需要と供給に合った値段にマッチングされることによって、そのタクシーをすごく利用しやすくなって、普段からその自分の足としてできる。ただどうしてもライドシェアとかタクシー高いんですよ、どうしてもそれに対する収入がないんですよっていう方に関しては、それはまた別の助け方、補助金であるとかっていうものを活用してあげて、そういうふうな恵まれない人に関しては助けてあげるという、また別の施策を講じるべきなんですけれども、移動する人、お金持ちも貧乏もみんなとりあえずもう端から端まで100円で行けます、500円で行けますみたいなっていうふうな、この今の自家用有償旅客運送っていうもの自体、交通空白地、過疎地による交通空白地みたいなっていうのも、もうこれも全然違う方針に結局なってしまっているということが第二の問題。そして3番目の話、最終的にタクシーを増やすべきかという議論を国交省のレクチャーの中でしていきました。これ国交省は明確にタクシーの運転手は増やすべきだと。